ネモ船長は、ジュール・ベルヌの SF 小説、海底二万里、神秘の島の登場人物で、同作に登場する潜水艦、ノーチラス号の艦長。謎に包まれた人物で、名前は、ラテン語で、誰でもないを意味するネモから取られている。彼は、インドのバンデル・カンド地方の大公の王子である。本名は、ダカールと言い,い、イギリスのインド侵略で迫害された、ピッポーサヒブのおにあたる。 ネモは10歳になると、父の勧めにより通し、30歳頃までそこで過ごした。そこには、ヨーロッパの知識を吸収して、インドをイギリスから独立させてほしいという父の願いが込められており、彼はヨーロッパで学芸の才能を発揮し、周囲のものから賞賛されるまでになるが、ヨーロッパ、特にイギリスに対する復讐の念を抱き続けた。 1849年には故郷へ帰り、1858年に反乱を起こす。そして、同時期のセポイの反乱で、イギリス軍により、妻子を失い、20名ほどの部下と共に科学的な研究活動に没頭、太平洋上の孤島で最新の潜水艦、ノーチラス号を建造する。その後、1702年に、 微豪湾で沈没したスペインのガレオン船の財宝を資金源として艦のクルーと共に圧政と戦う各国の活動家たちを支援する。年月が過ぎ、クルーは一人また一人と用去る。ネモはノーチラス号の浸水から30年後、重要な気候地の一つである太平洋上の孤島の海底洞窟にノーチラス号を格納し、そこで余生を過ごす。最晩年のネモやがて、 この孤島に5名のアメリカ人が漂着し、島をリンカーン島と名付けて暮らし始めると、ネモは密かに彼らを見守るようになる。己の死と島の崩壊を察したネモは、ある日、アメリカ人たちをノーチラス号を格納した洞窟へと招き入れる。ネモは、自らの反省を打ち明け、近く火山活動による水蒸気爆発でこの島が崩壊することを告げ、自分が死んだ後は、 ノーチラス号を棺として、海底深くに沈めてほしいと言い残して、息を引き取る。ノーチラス号は、ネモの遺言,言通り、バラストタンクに水を満たされ、リンカーン島の洞窟の底深くに沈んでいく。ベルヌの当初の案では、ネモはその頃、ロシア帝国に事実上占領されていたポーランドが、独立を目指して放棄した、1月放棄が失敗した際に、鎮圧によって、 家族を虐殺された、復讐の念に燃えるポーランド貴族という設定であった。しかし、当時フランスは戦争中であり、同盟国のロシアを悪く扱うのは危険であるとの、編集者側からの勧告により破棄された。その結果、海底に万里のストーリーは大幅に変更され、ネモは、神秘の島まで謎の人物とされた。アレン・ホルバーのネモ特記あるもの以外は、映画作品。 ノーチラス号他の作品のノーチラス号も参照。海底にマンディより、アルフォンスとヌビルによる差し絵、福音館書店版、海底にマンカイリ、銅、チンピーの島など、記載地安彦は、ギリシャ神話の、オドゥッセイア第9章で、オドゥッセウスがポルペーモスに名前を聞かれて答えた言葉、誰でもないに由来するとしている。木村正明、インド現代政治及び渡辺武を、インド最後の王によれば、 実在した南インド系ララ州に存在したマイソール王国のイスラーム教徒の君主ティプー・スルターンがモデル。アングロマイソール戦争でイギリス軍と戦い幾度か勝利したこともあるティプーはその勇猛さからマイソールの虎と呼ばれたが最後はイギリスに敗れマイソール王国はイスラーム支配以前のワディアール王家から洋君を立てて イギリス植民地支配下の間接統治状態となった。なお、ティップーはロケット開発史にも名を残し、彼の鋳造させた大砲は、リスボンのポルトガル陸軍博物館に展示されている。イギリス軍が略奪していったティップーの宝物の中には、イギリス兵に虎がのしかかった様子を、等身大で表現した大型のオルゴールもあり、現在ビクトリア・アルバート博物館に飾られている。また、 小学館の一部の翻訳版では、王子ではなく、王国王大使とされている。神秘の島より、ジュール・フェラによる差し絵は、山やまは1978年公開の映画、アトランティスの謎の TV 放映時にも、ネモ館長の吹き替えを担当していた。ありがとうございます。